リトルノンは日本の音楽バンドである。オタク系バンドの急先鋒として知られる。所属事務所はソルブレードで、所属レコード会社はランティス。2000年6月15日に結成される。ライブハウスデビューは2001年4月22日とされる。2回目のライブハウス登場は約1年後の2002年4月14日であった。2002年2003年のライブハウス登場回数は、 確認できたものだけで、それぞれ5回3回である。並行して原宿などで、ストリートライブを観光する。現在のメンバーとなったのは2003年であり、翌年の2004年から、活動状況が一変する。2004年2月15日のライブ以降は、ほぼ月1回のペースで、ライブハウスへ出演し、活動が本格化される。さらには2004年3月27日から、 有国の秋葉原を起点、本拠地としてストリートライブを開始する。当初の集客は少なかったが、次第に注目を集め急速に客足を伸ばす。その後、日曜の秋葉原歩行者天国を利用したストリートライブとして時間帯を昼、夜の二部構成に変更したところ、路上に100人を超える観客が集まり、大盛況となった。同時にライブハウスでも徐々に、 観客動員数を伸ばす。リトルノンは、秋葉原発の初の本格的バンドと言われるが、いわゆる、オタク系、秋葉系、萌えなどの要素が特徴として見られるだけではなく、そういった要素を巧みに消化して、上質のポップロック、歌謡曲という独特の世界観を作り上げている。こうした、活動の方向性、姿勢が一般への露出の増加につながったのか、マスメディアの注目も集め、 いくつかの雑誌や書籍やウェブサイトに紹介記事が掲載される。2005年4月から9月まで雑誌、ネットランナーに望みの4コマ漫画の連載が掲載されていた。また、2005年5月1日5月15日には、秋葉原の空ビル1階部分を利用した無料ライブを実施する。2005年5月22日に渋谷ルイド K に似て、初のワンマンライブを開催した。 2005年6月1日、虎の穴より自主制作 CD を発売する。この CD は、虎の穴、秋葉原店とインターネット通販にて購入が可能だった。なお、ここまでの活動はあくまでアマチュア活動であり、音楽事務所などに所属してのインディーズ活動は全く行っていない。したがって、この頃の活動はストリート時代と呼ばれている。 秋葉原歩行者天国での路上アーティストの活動の規制が強化され、ストリートライブの実施が困難になってからは、主に日曜夕刻、プロモーション活動後に秋葉原お掃除大会を実施している。これまでも集うファンと共にストリートライブ終了後は、会場周辺の清掃は必ず行ってきた彼らだったが、徐々に規模を拡大していた。そして2005年10月26日、初のシングル、 諦めないでを発売してメジャーデビューを果たした。初登場のオリコン週間シングルチャートで28位を記録する。また、セカンドシングルサンバデサンタは初登場オリコン週間シングルチャートで30位を獲得した。2006年4月26日、初のアルバム桃色夜行列車を発売する。同時にインターネットラジオ、 リートルノンのレッツゴーハッピーの配信も開始する。2007年4月8日からは、ラジオ関西にて、初の地上波ラジオのレギュラー、リートルノンのレッツゴーハッピー秋葉原万歳編が放送開始になる。これをきっかけとして、積極的に関西方面のブッキングライブにも出演し始めており、活動範囲を広げた。二千七年十月十二日には、初の両英面シングル、 花丸センセーション、愛情エデュケーションを発売。所属レコード会社もランティスに移籍した。2010年12月22日初版の事情により、2011年2月28日に解散されることが公式 HP より発表された。2020年3月19日、KTZEP 横浜で行われる予定であったライブイベント、すすめ萌え電波少年。 大復活祭2020、杉沙利氏、萌えを求めて、リトルノンとして出演する予定だったが、新型コロナウイルスの影響によりイベントの開催自体が延期を余儀なくされ、一度は7月22日に開催とアナウンスされるも、再び2021年2月18日へ延期となったが、今度は延期されることなく無事開催され、10年ぶりに最終決を果たした。また、 この模様は、有料で、生配信された。桃色夜行列車桃色夜行列車少年気流赤い、自転車止まらない雨桜咲くサンバデサンタ。チュピ、チュパレッツゴーハッピーサーツ大よ愛が、逃げるの諦めないで明日また青ねリトルノンザベスト、諦めないで、サンバデサンタ。桜咲く素顔になれない花丸センセーション愛情、エデュケーション望み叶え竜巻ウェーブ。 スイートラブフラッグ冒険記録心、呼吸1、2、サンデージューシーエクストシーブラミンリトルホップ。ありがとう